ギアボックスが付いた状態の A03 レッド A03 はドイツのアーデナウに本拠クレッドエアクラフト社が開発した液霊4行ほど V 型12気筒の航空用ディーゼルエンジンである。2014年12月に欧州航空安全機関より形式証明を受け2016年9月29日にヤコブレフ約 -152 練習機に搭載されて初飛行をした。 ロシア人のウラジミール・ライクユニン技師が設計したバンク角90度の DOHC エンジンである。乾燥重量 250kg、オルタネーター、スターター、潤滑油、ラジエーター、プロペラガバナーを含む総重量は 320kg である。またシジンダーの点火の順番は1から7から2から、8から4から10から6から12から5から11から、3から9で、 インテークマニホールド内の空気圧は飛行高度に応じてエンジン管理システムによって調整される可変マニホールドである。計画されていた船舶用は3900回転で出力 522kW700HP の予定だった。レッド A03 搭載の約 -152、練習機150機を2020年までにロシア連邦国防省が導入する計画である。 レッド LA5 は 3550ccv6 で計画され、出力 300hp で、微小出力は 280hp、2127rpm。最高の賞味燃料消費率での高消出力は 210gkWh、1995rpm の予定であった。ありがとうございます。